トヨタロブ4、ロブ4、ラブ4は、トヨタ自動車で生産されている、クロスオーバー SUV、4代目は、海外専売車となっていたが、5代目で再び、日本に投入されることがアナウンスされている。従来のラダーフレーム構造を用いた黒缶に対して、日本で、初めて乗用車のモノコックをベースに開発されており、クロスオーバー SUV の先駆けとされている。 なお同様の車種として、鈴木エスクードや、スバルレオーネエステート版が比較されることがあるが、エスクードは、ラダーフレーム構造である点、エステート版は、ステーションワゴンの、14WD グレードに過ぎない点が異なる。初代ロブ4は、本国の日本でいう、5ナンバーサイズに収まるコンパクトなサイズのクロスオーバー、SUV であったが、主に、北米市場の要求から、 モデルチェンジの度にボディサイズを拡大、二代目以降三ナンバーサイズとなった。主要市場の欧米においては、他の同社製 SUV よりもコンパクトなサイズとなっている。生産は、トヨタ自動車高岡工場と、グループ会社のトヨタ自動食器である。現行の四代目は日本での販売こそされていないが、欧州全域、北米、南米、オセアニア、中国、 東南アジア南アフリカなど世界200カ国で使用される世界戦略車である。2016年時点でロブ4はカローラ、ハイラックスに次いで世界で3番目に売れているトヨタ車であり、2017年には世界全体の自動車販売台数ランキングでも4位となるほどの人気を示している。特に北米での人気は際立っており、 アメリカの乗用車販売台数で16年連続1位であったカムディを抜いて首位に立った。1989年の東京モーターショーにロブフォーとして出展し、4年後の1993年の東京モーターショーにプロトタイプが披露された後、1994年5月に発表。カローラ、セリカなどのコンポーネンツを流用しながらも、 フロアパネルは独自に起こされ、リアサスペンションも単造リンクを用いた仮想球面主示の専用品となるなど、オンオフ両面の性能追求のため、惜しみなく技術が投入されることとなった。パワートレーンは直列4気筒2.0リットル 3SFE 型ガソリンエンジンとトランスミッションを横置きに搭載し、ドライブトレーンには国産車では 数少ないベベルギア式のセンターデフを持つ本格的なフル M4W d である。CM キャラクターには木村拓也が起用され、本来 RV に興味のない若い女性層にも売れた。1995年4月にはホイールベースを延長し、居住性と利便性を向上させた5ドアモデル、ロブ4ボルト、ラブ45が追加された。しかし、 1995年10月にホンダからセンターデフを省略したスタンバイ 4WD とするなど徹底したコストダウンで低価格戦略に出た CRV が発売。CRV はロブ4より一回り大きい三ナンバーボディにもかかわらずロブ4と同じ価格帯という安さとコラム式 AT& ステッキ式パーキングブレーキによるウォークスルーなどを武器にシェアをシンバ さらには1997年にスバルからホレスターも発売されたため以後苦戦する。1996年8月にマイナーチェンジを実施し、これに伴い CRV に対抗するため、スポーツエンジンである 3SGE 型を搭載した3ナンバーボディのスポーツモデルタイペグ、3ドアソフト,トップ、全席は標準型にも設定されていた脱着式、パネル3ルーフで、 B ピラー以降が、ホロのもの。イスズミューと同じタイプも追加された。1998年8月には、平成10年アイドリング規制に適合。シティユースを目的とした車ではあるものの、余裕のある、最低地上高や優秀な 4WD 性能、および、ボディカブが破損しにくい、樹脂プロテクターで覆われていることなどから、プライベートで、足回りのチューニングを施し、 オフロードで力を発揮させるユーザーや全日本オフロードトライアルのシリーズ戦に出場する選手も登場。また、この四輪独立サスペンションは、オンロードでは乗用車と変わらない操縦安定性と快適性をも提供する。ロブ4をベースとした電気自動車のロブ 4EV も後にフリート販売された。変わったバリエーションとしてはパーソナルセレクションという ボディカラーの配色、内装色を指定された色の中から自由に選べるオプションがあった。初期の頃には明細パターンや B ピラーとルーフ一部をロールバーよろしく塗り分けるパターンもあったが、後期型以降はメインの外反バンパーやアンダーパネル内装色の組み合わせを選ぶステムに落ち着いた。2000年5月に登場、海外戦略を重視したために、 同年のジュネーブモーターショーで海外先行デビューした。3ヶ月後の8月にフルモデルチェンジしたカローラ系のコンポーネンツを使用するが、フロアパネルは仙台同様に専用設計となっている。エンジンは2 w d 用に1 z z f e と4 w d 用に1 a z f 2 0リットル直噴が設定されている。グレードは下から X、X、G、エアロスポーツ。 ワイドスポーツの4つでそれぞれに 4AT と 5MT が組み合わされていたが2003年8月のマイナーチェンジ時にエアロスポーツ及び各 MT 仕様が廃止された。当モデルは先代の弱点であった室内空間の貧弱さを克服する方策としてボディサイズを拡大し全モデルで3ナンバーボディサイズとなった。それでも他社製の同クラス SUV に比べると小型であった。 また、先代モデルが3ドアモデルメインの開発であったことに、対し、当モデルではより居住空間に優れた後、ドアモデルメインの開発が行われた。内外装の質向上も著しく、よりシティユースを志向したモデルであると言える。しかし、同時期にフルモデルチェンジした、ホンダ CRV や、日産、エクストレール等のライバルに、再び苦戦を仕入れ、さらには、 日本国内での SUV ブームの沈静化もあり、最終的に良好なセールスを記録するには至らなかった。反面、欧米では非常に人気が高く、輸出仕様には本革シートを装備したモデルやディーゼルターボやガソリンターボエンジンを搭載したモデルも存在している。2000年に制定された低排出ガス車認定制度における認定車第1号であり、最初に 同ステッカーを付けた車種でもある。2005年11月14日に登場。国内目標月間販売台数は2000台と発表。2006年1月から海外販売し、グローバルな目標年間販売台数は30万台。同年のフランクフルトモーターショーでお披露目していた、トヨタの MC プラットフォームを進化させた新 MC プラットフォームを 初めて採用した市販車。エンジンは1種類で、上里・と下山両向上性の 2AZFE のみ。グレードは、下から、X、G、スポーツの3つ。全モデルで CVT のみの設定となる。4WD 性能はこれまでのセンターデフ、ビスカスカップリング式フルタイム 4WD ではなく、電子制御式 4WD に変更された。当モデルは、先代モデルに比べて、 さらに、ボディサイズが拡大され、海外市場をより強く意識した内容となっている。また、初代から設定されていた3ドアモデルが廃止され、5ドアモデルのみの設定となるが、日本国内では2007年8月から、派生車種バンガードとして発売された海外向け、欧州、アフリカ、南米の一部以外のモデルは、過失などを延長したロングボディであり、ドア枚数こそ変わらないものの、 これまで通りロングとショートの2種類のボディタイプを持つ。なお、ロングタイプでは3列シートも選択可能で、エンジンは2.4リットル時か4の他に3.5リットル V、6、北米、豪州等のみ、エンジンも用意されている。欧州向けや南米、アフリカ向けの一部は、日本と同じサイズのショートボディであり、4WD モデルしか設定されていない。 また他の地域では見られない 1AZFE 2.0L 及び 2ADKTV 2.2L ディーゼル 135PS2ADKHV 2.2L ディーゼル 180PS エンジンを搭載したモデルもある。なお、ディーゼルエンジンと組み合わされるトランスミッションは 6MT のみとなっている。また、欧州向け右ハンドル車、主にイギリス向けは トヨタ自動食器のみでの製造となっている。日本ではフロントエンブレムに従来のトヨタマークではなく N をかたどったエンブレムを採用。これはネッツ店で専売となった車種に順次採用されている。なお、ネッツ店1売モデルになったことで販売店区別であったサブネームの J と L が消滅しロブ4に社名統合された。これらの取扱い車種の統廃合によって ロブ4と同じくカローラ店とネッツ店で併売されていたクルーガーはカローラ店の1000倍モデルとなったが2007年6月にロブ4ロングボディの日本仕様であるバンガードを後継に発売中止となった。生産工場はトヨタ自動車田原工場及びトヨタ自動食器長草工場中国天津の一機とヨダ天津工場である。2012年11月開催の ロサンゼルスモーターショーにてワールドプレミアを行い、翌2013年1月より北米市場に、また欧州市場には同年3月に投入された。韓国においても2013年中盤に販売を開始。なお、日本では2013年11月13日に公式発表された3代目ハリアーが4代目ロブ4のプラットフォームを使用した兄弟車として導入した。 関係で未発売と名はいるものの、3代目の販売不振により投入しても利益が上がらない、理由等から投入していないという見方もある。北米仕様のエンジンは2.5リットルとなり、トランスミッションは4速 AT から6速 AT に変更される。欧州仕様は、仙台同様の2.0リットルガソリン、2.2リットルディーゼルに加え、新開発の2.0リットルディーゼルを搭載する。 2015年の改良で近年のトヨタのデザインアイコンであるキーンルックをフロントに採用するとともにカムリア・ハリアーと同じハイブリッドユニットを搭載したモデルも追加された世界的な売り上げは絶好調で2016年2017年と世界の SUV 販売台数1位となっている5代目は北米市場において2018年11月に発表 ガソリン車は同年12月より販売を開始したほか、ハイブリッド車は2019年3月下旬により販売開始となることが発表となった。トンガに基づく GA-K プラットフォームの採用に加え、パワートレインを刷新。トヨタがダイナミックホースエンジンと呼称する新世代2.5リットル直風ガソリンエンジン。北米仕様の最高出力は 203HP に。 ダイレクトシフト -8AT を組み合わせたほか、新型2.5リットルハイブリッドシステム THS2 が搭載される。また、オード車には新開発のダイナミックトルクベクタリングオードを採用。走行状況に応じてリアのトルクを左右独立で制御するトルクベクタリング機構に加え、前後輪の車輪軸に採用した世界初の ラチェット式ドグクラッチにより 2WD 走行時に後輪に動力を伝達させる駆動系の回転を停止させて損失を低減し燃費向上を図るディスコネクト機構を採用した。また、ハイブリッド車に採用する電気式オードシステム E4 は電気で駆動する後輪の全体トルクが先代、4代目、1.3倍に向上したほか、走行状態に応じて 適切に後輪にトルクを配分する新制御を採用した。日本では2019年春頃に発売を予定し、取扱い販売店はトヨタカローラ店とネッツ店であることが公表されている。1995年に開催された世界初の EV モナなり第1回スカンジナビアエレクトリックカーレースにロブ4が出場。 ニッケル水素電池と2 0ットのモーターでにした、このロブ4は見事に総合油を飾った。またこのラリー入れたデータが、後のプリウスのハイブリッド開発に生かされている。EEV 仕様のロブ4はその後も1996年から2003年まで生産され、1998年のモンテカルロの EV ラリーや、2015年のパイクスピーク、ヒルクライムにも登場した。 またガソリンエンジンの4代目は、ラリー仕様の前輪駆動のロブ4が TRDUSA によって開発されており、複数の北米ラリーの二輪駆動部門に参戦。オートマティックトランスミッションと手音性ダンパーを装着し、かつてセリカとタコまでパイクスピークヒルクライムを連覇したロットミレンの息子、ライアンミレンがドライブしている。2016年には、ラリーアメリカで フォードフィエスタなどを相手に三勝をあげ、クラス2位に入る活躍を見せた。また2017年には新たに誕生した、アラナショナルチャンピオンシップの二輪駆動部門にも参戦、開幕から4連勝して、見事初年度のクラスタイトルを獲得した。二代目までは、ロブ4リットルは、トヨタカローラ典型、ロブ 4J は、ネッツ典、旧、トヨタオート典型にて取り扱っていたが、三代目は、 ネッツ1 0 0 0倍となった。レクリーシャネルアクティブビヒクル4ホイールドライブを略したもの。またロブ4リットルの L はリバチー、ロブ 4J の J はジョイファルを表す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。